え、こんにちは。ふくろしかのふくろです。えー、今日も、えー、Q&A をお届けしていきます。今日の1問目ですね。えー、ベロのヒリヒリ感っていうことで、えー、舌がヒリヒリして痛いようです。よく見ると、えー、舌がまだらになっています。えー、どうしたらいいでしょうかっていうお問い合わせです。あの、舌がヒリヒリして痛いっていうのは、えー、時々あるんですけど、まあ、こんな感じの、あのー、舌をされてると、結構痛い時が多いんですよね。 これあの地図上絶って言うんですけど、これ溝になっているこれ高上絶って溝上絶って言うんですけど、こちらの方はこういうところの間のところがね、細菌感染でもしない限りはあの痛くないんですけど、えー、地図上絶は結構痛かったりすることが多いと思います。えー、地図上絶のようです。最小は絶の一部に円形または楕円形で、中央部が薄い赤い色、周辺が白色の斑ができますよ。 ですね、それが次第に大きくなりやがて隣り合った、えー、マタダ同士が融合して全体に地図のような模様を形作るようになるということですこの地図上地団の模様は日によって変化するのが特徴で数時間で消えてしまう場合もあるんですけど数ヶ月から数年間にわたって見られるような場合もありますということです、えーまあ、原因は分かっていないんですけどビタミン B 群の不足とかストレスなどが関係している場合というふうにされています バランスの取れた食事、過労を避けた規則正しい生活あ、私とかも注意しなきゃいけませんよね <laughs>。が大切です。自覚症状はほとんどないんですけど、あっても少ししみる、まああの。この方もちょっとしみるという、ヒリヒリするということですので、多分こんな感じになってるんじゃないか。まあ、あのもちろんもっと小さなです、ね、アフタだとかそういったものができてるという可能性もあるんですけど、よくあるのはこういった形になってらっしゃる方が多いと思います。えー、国内用のステロイド難膏というのがあります。えー、私どもで言うと、 最近アフターゾロンというのはあまりなくなったんですけどあのそれ用のステロイドの軟膏というのがあ,ってもありますので国内用のステロイド軟膏などを使ってこういったところは治していくことが多いと思いますあとうがい薬でよくうがいして国内を清潔に保つということも治ムに働きますのでそういった形で対処してみてください本日は以上ですこんな状態でお困りのあなたには精密な検査が必要です ビジネスマンには、保険の制約のない、急激に治すための集中治療をご用意しています。ぜひご相談ください。